はい、皆さんこんにちは、のっぺです。信長の野望大使やってきましょう。さあ、前回はこちら、南部春政との戦いがスタートしました。で、南部攻めは非常に順調なんですけども、兵糧ちょっと少ないかな。なので兵糧をかき集めながら南部攻め続けていきましょう。よーし、やっていきまーす。で、そういうことですので、部隊数を少し減らしましょうか。じゃあまずは、3部隊騎乗させて、残りは16000。よし。で、今度は、マムロ城を攻めてる北条氏康の部隊。ここそうだなぁ。じゃあ、こことこう、騎乗させる。はい。で、もう少しだな。もう少し減らしましょう。じゃあ、そうですね。じゃあ、ここの5000の部隊。じゃあ、騎乗させまーす。で、これ15000か。で、こっち、本庄重長3600はちょっときつすぎるな。じゃあ、まあ、この辺待機してもらおう。先陣を切らせてもらう。はい。待機する。さあ、まずは。で、寺井騎乗が落ちました。ナイス。立ち上げよ。で、この4人を、じゃあ、逃がしまして。で、テルコは、じゃあ、こちら。ここは行くぞ。6600来るか。続け。ここは、鳥海城。そのまんまか。行きましょう。はい。で、南部家の、久野平正胤が説得に応じる模様。待って。で、伊沢城到着。伊沢は、標高40日。はい。で、待って。まずは、説得に応じる。久野平正胤は、久野平城か。久野平城、ここだ。で、城主なんだよな。じゃあ、ここで、久野平正胤と交渉していきましょう。はい、お願いします。じゃあ、鬼には下げつ祭さん、お願いしますね。マサザネ殿、お待たせしました。恥ずかしながら道に迷っておしまいました。わかりづらい場所ですからな。じゃあ行きましょう。はい。なるほどね。じゃあこうして。なるほどね。これで成功させていくと、なるほどね。この交渉の条件が良くなると。じゃあ城主確約でいいか。じゃあ、はい、お願いします。さあ、で、じゃあこっちの3600を、いざ久野平城に向かわせましょう。はい、お願いします。兵糧が切れてしまいます。そうなの。先陣を切らせてもらう。なんとかしないとな。マジか。はい。で、マムロ城が落ちました。はい。土地はもらったぞ。で、この方を投与で、この方は逃がす。で、八千城な、どうしような。手を打とう。八千城来るか。じゃあここで戦って、出陣するぞ。で、八千城を落としたら北条氏康の部隊を騎乗させるみたいな感じにしていこうか。はい。で、鳥海城到着。鳥海は標高34日。はい。じゃあまずはですね、こちら武田家に兵糧の催促をお願いしましょう。はい、お願いします。はで、今度はじゃあ今川家に兵糧と思ったら同盟延長か。じゃあここは同盟延長お願いします。はで、じゃあ私たちはこちら闇取引行きましょう。行くぞ。浅はかなり。これが自分に跳ね返らないようにね。闇取引どん。さあ、兵糧ガチャ行きましょう。取引を行いましょう。取り計らいます。こんぐらい買ってみましょうか。行きましょう。はい。買えた。ナイス。オッケーオッケー。で、これで戦ができるぞ。行くぞ。さあ、まずは。で、こちら、戦場狭く勝敗の行方は分かりません。まあ、ここは大丈夫でしょう。はい。オッケー、ナイス。さあ、で、八千城も落ちました。オッケーオッケー。さあ、だいぶ、南部県の領土切り取ったね。じゃあ、行くぞ。このまま行けるかな。行けるんだ。すげえ。行きましょう。で、この方が、忠義揺らいでる。はい。なんだ、で、今何だった。タララーン。タララーンは何だったんだろう。なんだろう。わ、教えてほしいな。で、伊沢城に18000が到着。マジでそんなにいるの。もう勝敗がいかに転ぶか采配したでしょう。分かりました。行きましょう。うわ、18000も来てんのかい。はい、伊沢の戦い。里見義弘 VS 柿崎、末広か。で、兵数はだいぶ私たちにハンデがある。
うん、ここをなんとか足軽精錬で埋めていきたいところですね。で、お互いの舞台はこんな感じ。いや、向こうも強いな、これ。いや、めちゃめちゃ強いじゃん。さあ、行きましょう。はい、海戦伊沢の戦い。行くぜ。行きましょう。今回私は、金、うずめびでございます。で、向こうは何もなし。で、おそらく敵の大将はこの真ん中の舞台なんじゃないかな。で、この戦いでこちら、九戸正実がいるから、できれば調略で寝返らせたいところ。そうすればね、わからんよ。じゃあ、まずはこう行きましょうか。で、こちらか。しまった、最初にこうやっていけばよかった。じゃあ、こうして、はい。さあ、行きましょう。で、これ、九戸正実ね、違うわ。で、やっぱ強えな、向こう。で、馬だからな。馬だから強いのか。で、多分足軽も含まれてるよな、結構。で、痛い、いるいるいる。で、こっち。くのへまさざねがいない。どこだろう。さあ、どうするどうする。私メイきたー。で、待って。で、うずめびナイス。で、これくのへまさざねじゃないよね。オッケーオッケーオッケー。くらい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 。うわ、くらわないんかい。さあ、で、教育ナイス。メイ始めましょう。さあ、どうする。で、1300きた。で、うずめび食らった。ナイス。いいぞ。今んとこ、いいよ。で、九戸正実がいない。どこ行ったあいつ。で、甘春さんじゃあこっち。で、間宮さんこっち。で、せがれはこっち。はい。始めようか。さあ、この舞台、徹底的に。私、ほい。やっぱ馬だから早いな。覚悟せよ。で、どこだ。待って。やりたい。お願いします。どこだ。くっそー、あいつ。あいつどこ行った。油断したよ。また、で、これだ。寝返らせることができない。なぜだ。あれ、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 おかしいな。あの野郎。ね、待て待て待て。となるとやばいな。心してかかれ。ちょっと兵数が埋まらん。かかれ。ちょっと、あの、久野兵さん。久野兵さん、ちょっとおかしくないですか。用心。今は守れ。現地。やりたい。こっちも来た。で、おとり挑発。こうよし、で、大将が来た。で、男立てはどこ。あー、沼か。まだおとりやられてる。頑張れ頑張れ。で、こっち、助けて。で、私はこっちに下がる。もう出番。で、こっち来て、こっちこっち。で、そっちそっちそっち、内容してる。こっちこっちこっち、こっち来てください。で、こう。始めるぞ。そっち大丈夫か。あーっと、待て。で、用心、はい。始めようか。うわ、来てる。くっそ、機動力がすごい。始めようか。待て待て待て。はい。もう出番か。ふぅ。覚悟せ。待て待て、逃げろ。はい、助けてー。始めようか。助けてくれー。わかれ。用心。今は守れ。で、用心、はい。今は守れ。これほどと。で、あれだか、浜川さん。はい。おめえれよ。で、こう。ふぅ。あれ、九戸正実ね、なぜ寝返らない、貴様。もう出番だ。やりたい。うわ、早い。早いよ。さあ、始めようか。くそ、馬、向こう馬だからすぐ追いつかれちゃうな。ひー。ひー、やめて。さあ、やめてください。やめてください。せがれー。大丈夫かな。いや、きつい戦いだったな。あれ、九戸正実ね、なぜ寝返らない、貴様。あれ、調略できるよな。城主交渉だからかな。はい。お味方が討ち死にしました。嘘でしょ。そんなまさか。畜生。まあ、里見家と南部家の戦いも6ヶ月だもんな。そろそろきついか。で、こっち。7500集まってきてる。まあ、ここは諦めるか。で、とりあえずこの2部隊、あ、じゃあ鳥海城落としたら、もう降りようか。ちょっときついわ。じゃあこっち。あー、で、戦場上限がきつい。こっち。出陣するぞ。さあ、では引き続き兵糧ガチャ行きましょうか。取引を行いましょう。じゃあ、まあこんだけ買おうか。行きましょう。はい、買えた。買えるもんだね。で、九戸正実ね、どうしような。まあこいつな。さっき協力してくれなかったけどな。
まあ戦力的にはね心強いんで、じゃあ寝返らせましょうか。はい。さあ吉高様の求めに応じて馳せ参じました。約定通り寺井家長はお任せていただきます。上司としての役目しかと果たします。頑張れよ。口を引きこと正真が里見家寝返った後、己吉高このような手を使うとは今に覚えておれ。さあそれはこっちのセリフだこの野郎。せがれが世話になったな。この心さあで南部春馬さん馬術長連来るか。してみせようぞ。で鳥海城落としました。オッケー我らのものだ。さあでこの6人をじゃあ捕獲しましてで逃がす。かたじけない。こっちは1万500集まってくるか。行くぞ。もうちょっと攻める。よし皆の者じゃあこうしてもうちょっと攻めるか。続け。まあどんだけ攻めれるか。武田春信兵糧くれないっていう話なに。で今川義元とは同盟延長完了。で伊沢城到着。伊沢城はまあ強行60日これ無理だな。ダメだ。まあ一旦じゃあ交渉しまして、はい。で交渉してでこれをじゃあ包囲に切り替えてでんできれば講和解除をさせたいですね。じゃあ宇治安騎乗。さあで南部家のこの方が説得に応じる。小野寺さん。ああ能力高いじゃん。伊沢城の方だ。城主ではないけど、まあ。じゃあ、交渉していきましょう。はい。さあ、私は里見家の中野宗時です。私が城主の酒延べ定綱だ。じゃあ、講和解除。一発、いけ！オッケー、ナイス！よーし！やったー！なんとか伊沢城、手に入れました。オッケー！ということで、南部家と講和しました。テルコお疲れ。まあ、1回目でこんだけ攻めれれば十分か。さあ来ました。当家に従属している最上家ですが、家臣として取り込んだらどうでしょう。いいですね。最高だぜ。この吉森、肋骨に鞭打って吉高様の天下のために働く所存、よろしくお引き回しのほど。よういったよういった、よう打ちに来た。いやー優秀やね最上家は。あーいいですねいいですね。はい、ようこそ、頑張ってね。素晴らしいですね。さあ秋になりまして兵糧が入ります。兵糧は18万1900。ナイス、素晴らしい。今年はたくさん取れたな。じゃあ証券の進出やっていきましょうか。じゃあ寺池証券と一首証券。うわー物騒な。はい、かしこまって。で今度はじゃあ対名で商い奨励使って商業の行動数を三増か。さあここでもっと証券進出していきましょう。浅はかなり。はいはい、どーん。さあではじゃあまあ一番収入の多い、あでも金山取れるか。こことじゃあこことここ、はい。はで次は農業。さあ久しぶりに内政も実況していきましょうか。じゃあ開墾はじゃあこの6個。はい、かしこまった。でその他はじゃあ労役免除。民中の少ないところから。はいはいはい。ではい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 でこ、よし、オッケー。はさあで武田家がどこかに宣戦したな。これはあ畠山家か。これはもちろん武田家を応援するんだけど、畠山家うちも欲しいな。待ってこの辺り全然防衛してねえな。じゃあ私たちもじゃあ畠山家攻めましょうか。行きましょう。はい、立ちはだかる陣ぶれ寄せよ。吉房に我らが勇武を見せつけてやれ。吉高は攻め寄せてきた後、畠山の家を絶やすわけにはいかん。さあどうする。わしが力になる。で武田家ありがとう。で今川家もサンキュー。でみんなありがとう。あで本願寺家も味方になってくれる。でここをバカにした。サンキュー。そうやな。じゃあこれを機会に本願寺家とも仲良くなりたいな。1万6000か。こんなにいらんな。じゃあ遠いところは削ってこれで7700。よし行きましょう。出陣するぞ。到着は2ヶ月後か。かかるね。行きましょう。
風林火山。ああ、武田半信、風林火山本気だ。やつ本気や。で、まだ南部家との講和が解けていません。報告いたします。さあ、行きましょう。はい、表情でございます。これより表情を行う。さあ、で、新しい方策提案。そうやな。で、銭の力手に入ったか。ね、そうやな。まあ、これだとね、そうですね。とりあえず、じゃあ、商業と軍事行きましょうか。はい。で、ピッカーン、芦名守氏。そして、北条氏康からの、じゃあ、斎藤智信。はい。私、一応参加してるんだけどね、却下されちゃった。これにて表情を終える。そうやな。ここはそうですね。行動増加も欲しいな。で、あと、安藤マス。兵糧収入増加しようか。なるほど。まあ、で、災害対策も一通りしてる。肥料数増加か。もういいよな、さすがに。じゃあ、対騎馬防御力上昇、取っておこう。さあ、南部対策として。まあ、こんなもんでいいか。はい、いいでしょ。ご命令を。で、今川家が今度はどこ攻める？ああ、織田家攻めるか。まあ、今川家応援するしかないよな。頑張ってください。私たちも織田家攻めたいな。で、こちら、武田家と畠山家が一戦やった。これは、まあ、武田家勝つよな。で、まだ私たちは到着できんよな。あ、でも案外早く到着しそう。報告いたします。さあ、畠山攻めはどうなるでしょうか。行きましょう。さあ、で、こちら、今川家と織田家、これは、ああ、今川家勝っちゃうか。そうか。桶狭間、桶塚。で、松並城到着。松並は、方位62日か。さあ、こちら、南部家との子は解けましたね。では、行きましょう。さあ、南部春政にとどめを刺してやる。行くぞ。立ちはだかる。陣ぶれをせよ。南部春政に我らが勇武を見せつけてやれ。我らの血を奪おうというのか。身の程を知らぬ知れ者めが。さあ、今回で南部春政を倒せるでしょうか。行きましょう。お願いします。で、畠山攻めも頑張ってます。行きましょう。まずは3万か。3万になると向こう兵出してこないな。じゃあ、2万7000か。ここは蹴まないでよね。じゃあ次はこっち。はい。で、こっちは1万3000か。じゃあこっち。はい。じゃあ、花巻。我に続け。で、花巻の方は2万5000集めてきてる。嘘。行くとしようか。じゃあ、こっちの2万7000を、こっち、花巻に向かわせよう。我に続け。で、私たちはじゃあ、香水事情じゃなくて、こっち、檜山城。はい。さあ、向かいましょう。我に続け。はい。さあ、南部春馬さん。喋らんのかい。あれ、喋らない、そのパターン。さあ。で、七尾城攻めはだいぶ苦戦してる模様。七尾城硬いからね。で、大雪。で、関東の方でも雪が。異常気象やな。まあでも雪の対策はしてるんでよかったっす。で、子供たちが生まれてきてるよ。報告いたします。さあ、で、表情ですよね。はい、表情でございます。これより表情を行う。さあ、そうやな。今回はじゃあ、これ野戦築城を取っていきましょうか。なので、農業と軍事いきましょう。で、ピッカー中をかけたら待ってました。で、北条氏康からの、じゃあ、春宗。はい。これにて表情を終える。あれ、野戦築城取れない。え、あれ、そうか。こっちも取らんといかんからか。そうだそうだ。忘れてた。まあ、なので、そうやな。そうですね。じゃあ、いやーでもな、野戦築城も取らんといかんからな。ダメだ。ポイントは無駄遣いできん。まあ、なので、じゃあ、商業。じゃあ、特殊証券し、収入増加しよう。はい。よし、これでいいでしょう。で、刀剣使いたいという浪人が名乗りを上げております。はい。まずは、
はい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 。ああで、北条氏政だ。おっそす。ああ、ようこそようこそ。かたじけない。でかした。お命令。しっかり働けよ。さあ、それでは今回はここでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペンでした。さよならー。